はい、どうもトワイスです。今回もアンチャーテッドやっていきましょう。暴走列車ですね。いやー、お、あった、やったぜ。ミニチュアどうぞ。ほう、いやー、エレナはどこ行ったんでしょうね。どこ行ったって、まあ止まっちゃったから、あの状態からなんとか自分の身を守ることに徹した方がいいんでしょうけど、エレナは。さあ進んでいきましょう。黒谷は多分戦闘車両だ。でしょうね。こういう場合って大体戦闘車両ですよね。で、ああ、なるほどね、横から行けと。こえー、上か、横、下で、こうか。怖え、ぶつかりそうで怖え。で、降りる。隠れる場所が少ないですね。まあ敵が出てこないはずはないと思うので、まあ、慎重に行きましょう。 AK か、どうしよう。まだドラゴンスナイパーでいいかな。ドラゴンスナイパーはまあ一撃必殺ですしね。あ、いるわ。だろうなとは思ったけど。やべ、危ない。危ない。はい、まあまあまあ、こいつらぐらいはね。 M4 だ。ここら辺から武器もアップグレードされてきましたね。さて、まあ敵はどんどんいるだろうから。うわー、すげえな、周りの景色めっちゃ綺麗ですよ。はあ。で、ちゃんとあの電車の上下とかカーブとかそういうのも忠実に再現されてますね。お、村だ。こんな山奥に村が。よし、じゃあどうしようかな。ドラゴンスナイパーでいきますか。何体か片付ける。戦闘開始。あ、外した。お前はやばい。何体かって言いますけど、まだ5発もあるぞ。それはいい。あ、登ってくるのね。さようなら。ほい。悪いのみんな、切符に穴を開けないと。切符確認しますってね。AK と M4 か。まあこの辺は AK とか M4 がメインの武器になってくるんでしょうね。お、ピストールとモス。どうしようかな。まあまあまあ、とりあえずこれでいきますか。手榴弾はまだある。うわっと、よいしょ。おっ、いけ、失敗した。え、ってことはこう。ベスト方法で前に行くしかない。こうやって上に行くしかないってことですね。ほい。ああ、まだいるか。まだいるというか、たくさんいるな。戦闘開始したいけど、カーブか。うわー、蛇行してる。これは難しい。ここだろう。はい、はい、あと2。見えないな。お、くそ、そっちから出た。よし、
M4 とか AK は割かし、これは一応避けときましょう。M4 とか AK は割かし回収できるみたいなんで、まあじゃあピストルにして M4 にしますか。 AK か、言ってるそばから AK か。あ、なんか銃座みたいな音がする。銃座じゃねえか。ほっ、見てきた。これ撃てるのか。M4 とピストルが手に入りました。よし、はっ、隠れ場を回るじゃ中には入れないか。はい、あの青いドラムか、意味ないか、意味ないか。俺は正面突破だぜ。はっ、はい、すぐに係が来るから飲み物を注文しろ。後ろから追ってきたりはしないみたいですね。じゃあ進んでいこうか。なんか上から落ちてきたけど、何が起こったの。あ、これそろそろあの横とか上とかにいると、あ、ほら信号機じゃん。やっぱりか、横とか上とかにいるとそうなるパターンですね。っていうか、うわ、うん、怖え。見つけたぞ。ちょっと待て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 、危ないぞ。危ないよ、危ないよ、ほら。おやすみみんな。楽しい。戦車だ。おっ、ここ下なかったの。くそー、リトライ。あっぶね。おい、にしても景色が本当に終わりませんね。なんかずっと続いてますね。やべ、ふう。あ、こいつは次の信号機まで待とう。おい、おい、楽しい。で、こう行って、一旦ここに捕まってジャンプ。戦車が。乗れる？何のために戦車がいる？乗れないのか。あっ、ちょっと。操作ミスつらい。で、ここの怖いのは多分横からも何か来るってことなんですよね、多分。そういう場合はどうすればいいんだ。あー、ほら、あー、でも下の段しかないので上の段で待機してればいいってことですかね。あとは操作ミスに注意と。これで OK。 さて、いろんなものに気を配らなきゃならないのは厳しいですが、これは上が出っ張ってるから大丈夫だ。よし、行くぞ。はい、これだけ近く当たるでしょう。
M4 はやっぱ AK よりも集団率が高いみたいですね。よし、マイクロキューミンか、それはいらんか。わお、嘘やろ。なんか成人って書いてあった今扉に。さっさと降りなきゃ。やばいね。これは、うっそい。いい。まあネイトさんの言った通り、さっさと降りなきゃこうなるってことですね。よし行くぞ。さっさと降りなきゃ。よいしょ。あっ、列車がどんどん軽くなるんじゃ。うわー、ちょちょちょ、やべ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 、ほっ、えっ、AK の方が弾あるか。やべえ、ちょっと、お前ら変化の目に入らないか。バカな以上問題を増やさないでくれ。ああ、もうやべえ、あと14発しかない。ああ、くそ、リストール、よし。あっ、危ねえ。おお、ちょっと信号機もあんのか。待て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 、うおお、やめろ。少しは休ませてくれよ。はい、よし、うう、はっ、うそやろ。ちょっと体力が足りねえんだけど、体力が足りねえんだけど、いい、横伝いに行くしかないな、これは。はっ、あぶねえ、あぶねえ、うわー、弾がねえんだよ。うわー、もうもう一回、もう一回だ、何度でもやってやるさ。はっ、あー、危ねえ。うう、敵出てこないか。あー、ヘリから出てきてんのか。そりゃやばいわけだ。あっ、弾がねえんだよ。うっ、これだけ近く当たるだろう。あー、ピストル助けて。オッケー、くそ、切れ間が長い。ちょっと待って、ね、これピストルとショットガンとどっちが遠距離だ。よし、ね、若干無理してでも弾取りに行かなきゃ。よし、よっ、どけらん、よっ、くそ、後ろからか。
うわぁ。あれはさっさと撃たなきゃダメか。はっ。ダメか。RPG じゃないと。はっ。一応当たっちゃいるか。どうする？これ RPG は牽制か？よし、まとまれお前ら。身長差を書いている。まずい。ああ、くそ。辛い。マジ辛い。あれ、このミサイルは大丈夫だけど。よし。手早く。やばい。一体倒した。よし。くそ。よし、行くぞ。ちょっと待って、何拾ってるかわかんねえや。OK。ピストルと、ロケラン、これでいいでしょ。まずはロケランを撃って、やつを車線から退避させて、当たったね。OK。じゃあ開ける。大丈夫、まだ間に合う。よし、OK。はっ。あぶねえ。トンネルがあってよかった。本当だよ。チャプター14、トンネルを抜けると。多分さっきのところはカットしてるでしょうから。続けていきますか。ああ、落ちちゃった。どうすんだこれ。上か。と思ったけど上はいけないか。あー、開けたとこに出ましたね。はい。お、モスだ。いいね。奇襲。オッケー。でもこのピストルって本当に何者なんでしょうね。で、ドラゴンスナイパーが大量にある。これは使わないとダメだな。なんとかモスは落ちてるみたいだし。痛い。仕方ない。ドラゴンスナイパーで行きますか。あとは宝が気になるところだけど、ないかね。
マイクロ 9mm に M4 か。マイクロ 9mm にしましょう。ピストルも弾が、あーでも4発なのか。じゃあ大丈夫かな。いい、右左、右左タイプか。わー、うまく避けるね。1体ぐらい倒したい。あー、くそ。どうすりゃいいんだ。ほっ、マイクロ 9mm。 とりあえず手前の1体ぐらいは倒さないと HP 的にまずい気がする。あ1体引かれた。 OK、 さあ進もう。ほっ、あ、下にいるわ。マジか。これで終わりだ。はい、ピストルだ。これは助かる。この近距離に置いてば。よし、死にやがれ。やだ。ああマジか。よし、ここ奴を見失うんだ。おお、ラッキーヘッドショット。どうしようかな。5発あるならこっちにしましょう。こっちにもマイクロ 9mm か。AK がある？開かない。あー、なるほどね。鍵。ほっ。あー、よし、落ちてない。あれ？近距離からじゃないと壊せないのかな。うん、お待たせ、ドラゴンスナイパー。よし、行くぞ。AK がある。何もいないか。何もいないか。怖いね。あ、これはダメか。でも宝。これは蔵の指輪かな。確かにまあ蔵っぽい見た目してますけど。上から、えい、あぶねあぶねあぶね。こっから上は登れないのか。別の道だってな。どっか窓開いてる？それともどっか窓壊す？スカイライトから。あー、ここか。よし、行こう。うわー、冬山じゃねえか。続け、行け。誰お前。やつを殺せ。やべえだろこれは。さあどうする。まあ上から回られるわな。ピストルでなんとかしてみる。それともあいつら下からは来れないから今のうちに。うわ、まずこいつから。よし、
はっ。まず回復する隙をくれ。よし、近づいてきたな。ピストルの餌食だぞい。嘘やろ。ああ大丈夫。うはっはっ。よし、いやダメか、仕方ない、降りろ。うそん。来たぜ、やつら。ちょっと待ってね。とりあえず降りてくれた。じゃあ向こうのやつを、あ、くそ、痛い、あ、くそ、はっ。一発じゃ死なねえか、二発でもダメか、三発でもダメ、四発でもダメ。殴る。ちょっと回復しようていうか AK 取ろう。 AKよし、行こう。ほっ。ちょっと待って。上着があるといいが。これ後ろから来そうだな。横から来た。はい。今マイクロ9ミリがぶっ飛んでっちゃいましたね。さあ奴らは横からも上がってくるからな。どうしましょう。とりあえずあいつ倒すのが先決。あいつはハンドガンだな。そしたらまあピストルでなんとかしてもいいし、離れるつもりか。一応今見つかってない状態ですね。と思ったら、なんだあいつ。お。よし。お。今この辺に敵いなかった。気のせい。あ、いないですね。じゃあ下ルートから進みましょう。お、AK 手榴弾か。お、来てみろよ、お前の持ってる同じものを。向こうに厄介なのがいるな。ほっ。こんな近くで撃たれりゃさすがにね。ほっ。何かが上で爆発しましたね。上のやつ来ないか。あいつ勝てえな。ちょっと回復しないとまずい。いい加減上のやつがうるさいな。顔出さんか。で終わりだ。探した
ナイスコントロール。うん、なんとか向こうのやつを倒すしかないんでしょうけどね。クソ、上のやつ倒したいな。あー、そこなら大丈夫、大丈夫だけど。クソ、なんとかして前に出ないとまずいですね、これは。おっ、よし、どうするか。隠れてるな。出てこいよ。出てこいよ。よし、はっ、長物が欲しい。で、後ろのあいつだろ。さあ、もう散々やってくれたな。この列車永遠に走ってる。うん、モブ発、ね、モブ発じゃねえや、なんて言うんだっけ、メタ発言かな。もうちょい進みましょう。なんかキーが悪いんでね。奴を殺せ。マジかよ。ああ、マジかよ。ガトリング、それはねえわ。やつだ。くそ、あくそ、ね、M4 は大切に使うべきか、それとも、いや、近づかないと多分倒せねえな、あれは。はい、見て、はい、ほっ、進め、え、あれ以上進めねえのか。いたぞ。くそ、まあまあまあ、まずお前登ってこいや。いぶりだぜ。ナイスコントロールです。やべやべやべ、ちょ、はい、俺の列車で降りろ。こんな近距離で、はっ、よし、これって確か、やっぱり、このベルトを破壊するんだったような気がする。ほら、やっぱり丸太の金具を打て。オッケー、攻撃ヘリを出せ。どっから出てくるんだよ。またお前かよ。やばい、ヘリなんて大嫌いだ。はっ、何もねえな、ここ。攻めそうか。どうすればヘリで撃ち落とせるってんだ。あ、これもしかして、もしかして、もしかして、もしかして。そろそろ銃撃には銃撃用だ。だよね。ほら。なるほど、ミサ
タイルも破壊しないとダメか。待て、はぁ、うん、危ねえ。打ちっぱなしでいられるのはラッキーですけどね。もうしょっけ、やっべえやっべえ。おー、どこ行った、マジか、マジかよ、マジかよ、どこ行った、いい、うわー、くたばれこれ、聞いてんのか？おっしゃ、急降下だ、楽しいクソ野郎。よし、またかよ。いやもう全然キリがつかない。打ちまくれ。てや、はあ、どうしようかな。ですね、さすがにちょっとカットしても厳しいかなと思いますので、今回はここまでとさせていただきます。もうちょいかな。うわー、戦闘までまだまだあるじゃん。ではご視聴ありがとうございました。失礼します。